everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。7月12日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。先週はですね、失礼いたしました、岐阜の8人のバーバさん、 I'm sorry、 滑り落ちマスクマンです。はい、実は先日金曜日から日曜日まで沖縄にお邪魔していました。久しぶりに FM ギノワンの局内ではなく FM ギノワンの屋上にお邪魔してましたよ。味噌煮込みスキーと同じく行ってまして、初めて行ったのがですね、ハート FM 南城というコミュニティ FM 局行きまして、あ、これいいなと、ラジオをやって買い物して帰れるなというふうに思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは道路、道路、道路。今週のテーマは道路です、道路です、はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週のゲストコーナーはですね、ダンサーズどうぞ。はい、デコボコトラベリングの日賀亮太さんを予定してたんですけども、体調不良のため本日お休みとなりました。で、その代わりの方をですね、電話に出てもらおうかと思っております。はい、はい、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。ツイキャスですね、品場もろともさんが、はい、味噌煮さん日焼けしすぎって言われてるんですけど、やっぱり日に焼けてますかね。おあんまり本人焼いたつもり全然なしなんですけど、あんまり王子は分からなかったですね、うん、大体一番多分焼けてるのは王子だと思うんですけど、まあね、王子普段仕事でも焼けますからね、公務と言ってください。公務あ、そっか、コムだったね。はい。ペーターさんが味噌色の煮込みスキーさんって、やっぱり味噌色になってるわけ、私。結構真っ黒じゃん。結構黒いよね。はい。うん。はいはい。ということで、ごめんなさいね。はい。メールをお願いします。はい。はい、先週のですね、香りで来ていますので、お読みしたいと思います。はい。王子さん、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。岐阜の8人のバーバーです。先週ごめんね。ひどいですね。あのね、今日ね、謝りっぱなしだよね。今日のテーマ、好きな花の香りですが、私は月桃の香りが好きで、月桃に包まれたおまんじゅうやカーサームーチジューシー等があったら思わず買ってしまいます。月桃の香りは沖縄生まれ沖縄育ちの私にとっても
馴染みのある香りですが、岐阜に来て初めてミョウガの香りを嗅いだとき、何とも言えない香りに思わず顔を背けてしまいました。あら、岐阜にはミョウガを使ったミョウガ餅というお饅頭がありますが、もろミョウガの香りがするので苦手です。皆さんミョウガはお好きですか、ということでございます。ミョウガ、ミョウガ、王子はあまり、気にしないっていうか、普通にも、あれですね、ミョウガ食べれますよね。ミョウガね、実は子供の時はあまり好きじゃなかったんですけど、大人になったらね、まあ、なんていうの、シソと一緒ですよね。そうですね、香りが、ね、そうそう、まあ、好んでたくさん食べるかって言われるとちょっと難しいところですけどね。そうですね、やはり、そうめんに少し入れるとかですよね。ちょっちょっていう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。では行きますね、はい、お三方さんこんばんは、フルムーン新一です。こんばんは、ありがとうございます。先週のテーマ香りできてます、いわゆる古物アンティークが好きな僕は骨董品特有の匂いが大好きです。匂い一つで昭和以前にタイムスリップできます。日本物と洋物は香りが違いますが、それぞれ良さがあります。アンティークショップは極上の香り空間です。たまにカビ臭い時もありますが、ということで、宜野湾市のアメリカンアンティークのお店の写真を送ってくださいました、はい、ちょっと白黒でちょっと見れないので残念なんですけどもね、お気に入りでよく行きます、皆さんもぜひどうぞ、ということで、すごいなんか素敵な調度品の数々、うん、はい、そうですね、うん、まあ、家具屋さんなんかでもね、木の香りとかってありますけども、うん、やっぱりこうアンティークショップの方がですね、うん、なんかそのなんていうのかな、こう深みがあるって言い方変ですけども、なんかちょっとこう、うん、感覚的にこう匂いの感じもね、うん、その空間も違いますよね、なんか、いい感じがしますよ。王子はやっぱり木の匂いはね、うるさいから、いろいろ木の匂いうるさいっていうわけじゃないんですけどね、うんうん、こだわりが、やっぱり慣れ親しんでいるとこう匂いがわかるっていうのありますね、うんうん、やっぱり、まあ、その職業に携わってないとなかなかわからない、うん、まあね、やっぱり魚屋さんなら魚のいい悪いが分かるよ、うん、野菜もね、八百屋さんならいい悪いが分かりますみたいな感じで、うん、も一緒ですね、それは。それはありますよね、うん、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらも香りできています、はい、ゼリー型ケーブからです。青森が好きな私は島酒特有の香りも好きですが、一世紀ぶりに復活した弓芸の香りは芋が入ってるだけに、あての特有の香りはいいですね。あとは昔の青森と今の青森の香りは随分違いますけどね。若い頃に瑞泉や瑞穂を飲んだことがありましたけど、当時の瑞泉は独特の臭そうな香りであまり飲まなかったのですが、最近の瑞泉や瑞穂は昔のように臭そうな香りはなくなっていますね、ということでございます、うん、やっぱりこの今と昔でちょっと違うんですかね、その製法とかあれがあるんですかね、うん、やっぱり独特の香りの強さっていうかね、がね、やっぱりちょっと薄れてきたって言ったらおかしいんですけれども、まあ、飲みやすくなっているのかなっていう感じはしますね、やっぱり、うん、そうですね、やっぱりやっぱり人によってこう飲みづらいって言い方変ですけども、うん、ちょっと独特なね、香りや風味がある方が好き、ね、お好きな方もいらっしゃいますけどね、うんうん、飲みやすい方は、まあ、いろんな方、ね、うん、若い方にも ね、まあ、そうですね、最近の傾向としてはやっぱりちょっとフルーティーなものとか、うん、そういったものが増えてるのかなっていう印象はありますよね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、では、うん、まだ香りのテーマあります？いや、もうあります、王子の方はあります。じゃあ道路で行きますね、はい、はい、じゃあ、ラジオネーム沖縄大好きさんです、ありがとうございま す, ういます。そうそう、実はですね、うん、沖縄大好きさんにお会いしたんですよ、 FM ラジオで。そうなんですよ、はい、そう、なんかちょうどね、はい、番組の終わりの時に駆けつけてくださって、はい、初めてお会いすることができました、はい、ありがとうございます、はい、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、先日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。メッセージテーマ、道路。僕が今勤めている職場は一車線の狭い坂道があるんですが、道路が舗装されていないせいで車がガタガタ揺れちゃいますね。仕事のルートでたまに通るのですが、減速してもかなりガタガタ揺れるので、そろそろ舗装してほしいなって思ってます、ということです。うん、
わかりますね。ねえ、はい、毎回ガタガタしたら嫌ですよね。まあ別にね、まあ、あのガタガタすぎてお尻が痛くなるっていうわけではありませんよね。お？というのは？そう、あの長時間ねガタガタの道、うん、ね道をね走ってるとね、うん、あのお尻痛くなる時あるんですよね。でそれも運転席にいる時は、うん、あのあまり感じないんですけども、助手席でね、うん、長い時間ねそうやってね揺れてるとですね、お尻痛くなるんですよね。そんな経験ありません？お尻痛くなるってこと。ああ、でも最近私もね長い時間座ってると尾低骨が痛いんですよ。はい、はい、ということでですね、はい、CM で、 CM の後で、はいはい、あとは誰につながるかな。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うならお母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010、 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです、はい、今日はですね、ご本人様には、キウナゴヤに出てくださいということは一言も言ってないです。はい、はい、ただ電話をしますということは伝えました、はい、はい、ということで今から電話してみますので、はい、出るでしょうか。あ、どうでしょうかね。もしもし、ダンサーさん、どうも。こんばんは。こんばんは、どうも。いや、お電話をしたのはですね。はい。いや、最近、ナボケ屋さん、攻めてるなと思って電話してみたんです。
攻めてる。はい。はい。なんでしょう。はい。いやなんかあの顔にいろいろ塗ってるじゃないですか。え、あれですか。はい、なんだろう、アカウントの写真。そう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 。はい。いや攻めてるなと思って。攻めてるかな。その攻めてるなと思って、ちょっとお話ししたいなと思ってお電話しました。え、もしもし、何ですか、はい、すみません。あ、ね、何、ね、攻めてるなと思ったので、ね、お電話 してみたんです。そうなんですか。あ、そうなの。いや、あれはどういった感じで、ああいった塗られたんです？あれですか？はい。ケチャップですよ、ケチャップ。ケチャップと、100均行って300円の何だろう。女性が使うなんだ、化粧品でやりました。化粧品。うん。300円で、ダイソーで売ってるんですよ、300円で。なんか何だろう、眉に塗るみたいな。なんて言いますか、わかんない。アイシャドウみたいなやつだ。ということでですね。それでやりました。うん、で、実は今日、まあ、お電話したのがですね。はい。直樹さん、時間あるかなと思って電話したんですね。はい、で、それで、はい、今って10時16分ですよね。はい。この時間って、私って何やってるかってご存知ですか？いやー、ダンサーズさん、お仕事、いや、わかんない、普段は。普段、まあ普段お仕事しますよ。ただ、うん、ね、まあいろいろやってるじゃないですか。ラジオ、あれ、木曜日でしたっけ？ラジオ、木曜日だった？木曜日。この時間じゃないと思う。もっと早い時間だったと思う。木曜日はちょっと違うんじゃないかなと。うん、違うんじゃないかなと。いつでした？木曜日、ひふみさんか。そうそうそう。そう、なんかやってたような。うん。10時だったかな？ちょっとわかんないです。はい。なんかやってましたよね。何やってたんだろう、わかんない。電波飛ばしてた？違法電波。違法電波。めちゃめちゃ失礼な。違法電波だ。なんか、なんでした？忘れました？旧名古屋って覚えてないですか？ああ、そう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 、そう、だからそう、旧名古屋って、うん、あれ、木曜日じゃなかったですか？旧名古屋木曜日？はい、はい。わからない。今日火曜日ですよね。火曜日ですよ。なんかもっと早かった時間のような気がします。違いますか。今から？今から旧名古屋？生放送？そこにですね、なんかパソコンってありますか？今、あるんですけど、今、携帯ならあります。パソコンは、あるんですけど、立ち上げないと。はい。ネットは見れないですか？ネットは見れないですか？あと、もう一つの、あれは見れますけど、もう一つの。見れます。ツイキャスって見れます？はい、何ですか？もしもし。はい。ツイキャスって見れますか？ツイキャス、これなら、ツイキャス、ビューアーですよね。配信じゃないですよね。配信、今から配信されるんですか？いやいや、ビュー、なんか見るやつと、あれ違いますよね。配信のやつと。ビューアー。ビューアーで、FM ギノワンって、検索してみていただけますか？ちょっと待ってください。今、パソコン立ち上げます。で、もう今もしかしてやってるんですか？これ放送してるの？パソコン立ち上げます？今パソコンを立ち上げます。これ生放送やってるの？もしかして今放送中？いや今ツイキャスの説明してるんですよ。あ今パソコン立ち上げてます。うん。あ、そうですか。ちょっと時間かかりますね。はい、いや、あのメイクはですね、もしかしたら今後いけてるんじゃないかなって思ったんですよ。いけてるってどういうことですか？いや、だって10月のイベントに通用するじゃないですか。
もしもし。あ、もしもし。もしもし。で、電波が途切れ途切れになりました。10月の、その後が聞こえなかった。10月の、10月に、あれ、ハロウィンがあるじゃないですか。ああ、なるほど。はいはいはい、うんうん。それに行けるんじゃないと思ったんですよ。ああ、ああ、なるほどね。ええ。僕、全く、なんだろう、全くそれ考えてなかったですよね。ノープランだったんですか？はい、ただ、ただ、ただただ、ただただ、ええ、なんだろう、殴られた顔したらみんな喜ぶ、びっくりするんじゃないかなと思って。ああ、うん、もう本当ね、ダサスさん、ツイキャスし、あげ、ツイキャスで、はい。FM ギノワンって入れればいいな。FM ギノワンで、はい。そしたら、あ、本当だ、今やってるの、これ。ということでですね。え、マジですか、これ本当にやってんの、今。ということですね、今、全部オンエアしてました。オンエアしてましたので。マジで、なんか変な、えらんこと言わなくてよかった。で、俺、今手振ってます。あ、俺のカレンダー、あれです。ここにありますよ。みんなどんどん後ろ、カレンダーがある、はい、俺の。そうです。あ、王子、どうも。どうもどうも。ずっと聞いてましたよ。王子。あのね、ダンサーさん、どうもー。どうも。いやー、もう、変なこと言わなくてよかった。あー、よかったー。変なこと、とりあえずセーフでしたね。はい、ほんね、改めまして、なるほど、そう、俺、個人的な電話、ダンサーさんがなんか、うん、なんかね、なんだよ、個人的な電話すると思った。あー。いや、まあ、だから、まあ、結局ですね。あ、どうもどうも、皆さん、こんばんは、きのうの小屋、お聞きの皆様、こんばんは。私、直木屋でございます。はい。はい、福田康之の名前もある。おー、すごいすごい。ああ、そうです。そうです。はい。プレイト。ありがとうございます。すごいですね、スタジオは、やっぱり。ああ、なるほど。今日って何曜日？火曜日です。もう、直木屋さん、何回か出てるから、ね、何回か出てるから覚えてください、時間。すいません。なんか、この番組出るとき、いつも道歩いてたんで。道歩いてたんで。はい、歩きながらそこに行くみたいな感じでした。だからね、ええ、なんかもっと早い時間のイメージしてました。ツイキャスで新一さんが何回かゲストで出演してるだろうなって。いや、僕だって人の名前も覚えられない。覚えられないからね、時間を覚えられないんですよ。すいません。はい、いや、嬉しいな。なんかさ、某、FM 局が、うん、なんか10月から、はい、10月から、はい、運営体制が変わるって言って、はい、力山猫ちゃんって僕友達がいるんですよ。はい、おっぱい店をやってるお兄さん、はいはいはい。で、彼の番組が10月でなくなっちゃうと。うん、だから、ああ、なんか寂しいなと思って、うん、で、その番組が長く続いてたんですけど、コミュニティなんですけど、うん、あ、なんか一つ、なんか、お願いしたら出れるのがなくなっちゃうなと思って、うん、だから、急なご屋さん、ありがとうございます。宣伝すること全くなくて、俺もう本当プライベートは電話かかってくると思ってたから、ダンサーさん、もう一回同じ。ということでですね。一言も喋ってないじゃないですか。直木屋さん、実はもうお時間なんですよ。直木屋さん、ね、王子全然喋ってないでしょ、今日。そんな時間ないのよ。次回はね、ね、次回は、滑りナイトで会いましょう。あ、ぜひぜひ、本当に、小室ゆりナイトも、やりたいですね、僕も。いいよ、いいよ。トリプルコラボで、やりましょう。小室ゆりナイト、うん、小室ゆりそう。お世話になりました、みたいな。うん、はい、はい、え、お世話になった。お世話になったんです、ね。あんまり言うと、出禁になりますよ。うん、はい、あ、すいません。ということで、はい、お時間になりましたので。はい。また、ゆっくりお話しさせていただきますので。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。キウナ名古屋。
あのね、一言だけ、はい、あのね、直木屋さんの時にね、大石喋ってなかったでしょ、で、ツイキャスも大石喋ってないねって、ね、言われてましたけど、ダンサーズね、格下げてんだもん。あれ、そうだったの？下げたよ。全然喋ってるのに声が入らないの。いや、これはね、他に声が入ると、臨場感なくなるなと思って。あー、そういうことで、切りました。でね、あの、みそちゃんの方は入ってたのね。なんで王子ないのと思って。どんだけ喋っても声が届かないわけだ。もう王子またね、直木屋さんとまたね、滑りないとでもね。もうね、あの、直木屋さんとね、おしゃべりするとね、長くなりますからね。ただ、直木屋さんにはアポは取ったんですよ。そうそう、あの、お電話しますよっていう、中身は言ってないですけど。まあ、サプライズでした ね、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもひふみさんの時もね、あのゲスト出演の欠席の時にね、また今回もお世話になってしまいました。じゃあ今度あの短いスパンであのね、ナオキヤさんとあの滑りナイトをやるように企画をして、はい、じゃあいつメール紹介します。はい、あんつばさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。昨年今日ゲストの予定だったデコボトトラベリングの比嘉亮人さんが出ている FEC のライブを見に行った後に松山に飲みに行ったんですね。松山十字路の次の歩行者専用の信号を押していったら車が通れなくなり信号変わったのかなと道路反対側すぐ見たら車がいて無意識にその車を両手で押して避けたんです。ただ翌日になっても変な気分で事故りそうになった現場に行き、まぶやまぶや打っていくよとまぶやまぶい組みをしたら落としたまぶいが戻ってきました。王子、まぶい落としたことがありますか？まぶいって何？あ、ごめんね。まぶいってのはあの魂。ああ、それはもういつもね、あの若い女性に持ってかれちゃうからね。王子、滑ってます。それをまた引き戻すのが大変。なんかまた言ってよ。いやいや、もう最後の最後にさ、そんなこと言われて。だって本当なんだもん。はい、ということでエンディングです。はい、はい、エンディングです。来週のテーマは野菜。来週のテーマは野菜です。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。おまけの時間でまたツイキャスの、リアクションしたいと思います。ありがとうございます。閉店ガラン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 。